えとそれではこれから、えー、あのジュニアレベル第2位の、えー、クリティカ・ハリさんの表彰式を始めますはいえっ、ー、とジュニアレベル、えー、第2位、えー、クリティカ・ハリ様、えー、あなたは2022年 BNK 作文コンテストにおいて、えー、極めて優秀な結果を残しましたのでここに称します、えー、2022年 えー、8月29日審査委員長、えー、国際交流基金日本語アドバイザー村上義文はいはいそれでは今からあの、えー、とクリティカ・ハリさんの、えー、作文を私が読み上げますはい、えー「クリティカ・ハリ日本とインドの親友関係」ですね、はい、新時代ではインドと日本の親友関係が始めてただ70年経っていますが 昔からインドと日本は仲良しですイギリスから離れて自由を求めていたインドを手伝ってくれた日本の藤原機関はそれをなんとなく証明します日本人の生活と生き方からインド人はいろいろなことを知りました日本人は綺麗好きです2018年の FIFA ワールドカップで負けても日本チームはスタジアムの掃除を手伝いました それを見たインド人も外国人も日本人の綺麗好きな性格を知りました日本人の安倍晋三元首相とインドの今の首相はお互い尊敬し友であったらしいです2014年でインドが始めたスワッチブラハットと綺麗なインドということもその友情で動かされたのかもしれません鈴木という会社は 日本からインドへの会社全部の中でも最初の一つです今はトヨタ、ソニー、任天堂とかを含めればその数は前,、えー、前よりも増えています日本ではビジネスマネジメントのやり,こやり方はいろいろな人たちによると世界中で一番です会社と一緒にそのマ,ジマネジメントのやり方はインドへ来ました それはインドのビジネスマンにとても役に立ちました。一番仕事熱心な人たちは日本人であるかもしれません。日本に行った多くの外国人は、日本人の仕事熱心を認めたことがあります。この70年の関係以内には、仕事へのその見方をインド人も受けました。次のページ行きますね。仕事について言うのなら、お弁当作りも日本から始まった大事なものです。 日本,日本でお弁当はなかなか人気のものですお弁当は持っていくのは簡単だし安いし食べることも簡単,簡単ですとても便利なものですからお弁当を作ることはゆっくりと他の国まで届きました若い人たちはよく楽しむカラオケも日本から外国へのプレゼントだと思われます、えー、世界中の人たちは自分をアニ,メとマンアニメと漫画の大ファンと呼びます アメリカでは日本の音楽はとても人気ですコン,ビコンビニは日本から始まらなくてもそれを完璧にしたのは日本だと間違いありません1991年インドは日本からだいぶお金を借りましたそれはインドにとって重要な助けになりましたそれは日本に対して多くのインド人の尊敬を起こしました私の意見は日本とインドの仲良しは 時が流れるほど長く続いて、両方のつながりはもっと強くなりますっていうことですね。はい、ありがとうございました。えー、じゃあね、あの、はい、えっ、ー、と。最後に、えっ、ー、と、クリティカハリさん、あの、今はどんな気持ちですか。はい。いはこれは初めてなんだから、とても喜んでいました。 はい、わかりました。ありがとうございます。はい、じゃあね、えっ、ー、と今回ね、とても面白い作文書いてくれましたので、これからもぜひ、えー、日本語の勉強を頑張ってくださいね。いはい、じゃあこれで表彰式終わりです。失礼します。さようなら。